ではこちらネドブースでございます。ネドのブースでは太陽光、風力、バイオマス、熱利用の4分野をご紹介しております。それでは個別のブースご紹介に行きたいと思います。こちらは太陽光発電のブースになります。太陽光発電では2050年のカーボンニュートラルの実現に向けまして、太陽光発電の主力電源化の取り組みをご紹介しています。またグリーンイノベーション基金事業の一環として、太陽光発電では耐荷重の小さい建物の屋根やビルの壁面などにですね、設置できるように、これまで設置の難しかった場所に導入に向けて次世代型太陽電池の実用化を目指しています。ぜひネドの太陽光発電ブースにお越しください。こちらは風力ブースになります。こちらのブースではネドで実証研究を行っております浮体式洋上風力発電の本体の模型ですとか、係留チェーンの実物大の模型、こちらを展示しております。で他にもですね、送電のケーブルですね、のカットモデルを展示しているほか、模型を交えてネドの、研究開発の紹介をしております。こちらのエリアですけども、熱利用のエリアになります。それで今見えてますのが再エネ熱といいまして、再生可能エネルギーを熱の形で利用する技術、こちらをご紹介しております。で具体的には太陽の熱ですとか地中熱、バイオマス、こういったものがございますが、仕組みがまだなかなか知られてないというところもありますので、まず地中熱の仕組みがどういうものかというのをですね、熱をどうやって取り出すかというところをご紹介している模型があります。こちらでどうやってお湯ですとか冷水、こういったものを取り出すかをご紹介しております。でまたこの地中熱ですとか、こう掘る技術ですね、こういった導入するための技術がまだコストがかかりますので、その低コスト化に向けた技術開発の成果として、具体的に地面に埋める杭と、それから熱を取り出すパイプですね、こういったものと一体化させたものをですね、展示しておりますので、ぜひご覧ください。でまた熱ということでは、地熱発電についての技術開発も裏側でご紹介してございまして、メンテナンスですとか、そういったところで使える高温に耐えられるカメラ、こういったものの開発成果をご紹介してございます。ぜひご覧ください。ネドの清水です。こちらはですね、バイオマスグループのブースになっております。我々ですね、木質バイオマスの燃料開発の方を行っております。木質燃料はですね、量の確保というのが課題になっておりまして、そちらをするためにですね、もともと建材用のビジネスである林業からの脱却を図るために、早く育つ木をですね、日本のエリアを6つに分けて、あと作業の省力化、あと製造工程のプロセスを見直すことでコストを下げれないかという実証の方を行っております。あとバイオマスグループの方ではですね、もう一つSAFの方ですね、例えば今こういったですね、食べ物と競合しないような作物から油を取って、そういった航空燃料を作るような実証の方も行っております。皆様のご来場お待ちしております。